わらわを使いたいの？特別よ。松野だ姉上、話はまだ終わっていない。大臣、京極浅井の家はどうするつもりだ。長野さん、あなたはわらわ抜きでも国を一つ守り通すだけの気概はないの？大将家でいいのがなさそう。一頑張るか。でも姉様、お婿様探しの予定はあるの？そう、その辺りを適当にふらついていれば見つかるでしょ。ん、いかんいかん、そんな婚姻など断じて認めんぞ姉上。お姉様、どんな髪型を探すの？見た目が良くて強そうで、わらわに口答えしない。まあ最悪でもそんな男を捕まえられれば我慢するわ。最低限の基準がすでに天ほど高いではないか。わらわがいなくなれば夫婦ミスいらずじゃない。よかったわね、ピッチ。長政様、姉様ってまるで子供みたいね。あら、言うようになったじゃない、イチ。イチ、なぜ今火に油を注いだ。あら、情けない正義ね。そこで休んでなさい、長政。わらわが欲しいの？だ。おっと、お客さんかい？べっぴんさんは歓迎だけど、イカ様だけはご法度だぜ。そうね、わらわの美しさは他の女から見たらイカ様みたいなものかもね。あ、そうっすね。ちょいと俺と七番勝負ってのはどうだい？俺は超に張った。さあさあ、サイを振っておくんな。そちらさんの勝ちだ、持ってけ泥棒。あんた道に迷いでもしたの？三成様が戻る前に帰った方がいいと思うよ。あら、その手に見つかるとわらわが無理やり奪われてしまうからかしら。ああ、いや、女を連れ込んでると思われて俺が叱られるっつうか。二番勝負だ。マジ半端ねえのハンデ、どうだ。気がめいるね。物ってのはこのサイコロみたいなもん。まあ、あんたも苦労してんだな。してんのか。三番勝負だ。半歩譲って俺は。してるなんて、最初だけは面白いことをしてくれたけど、あとはずーっ
と様子見ばかりなのよ。わらわが骨抜きにしたから不甲斐ないの？それとも最初から？ヨシテルってあの将軍様だよな。やっべえ、この人ってめちゃ偉い人系か。いやでもそんな風には見えねえか。お色直しの時間ね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 。さらけ出せ。ごめんね。決めた。ハンデどうだ。見下り班は勘弁してよ。よけちゃダメ。なんていいんじゃないの？なんてそうね。でも信長は強いけど愛想はないし、ちょっと声が大きくてうるさいので気に入らないわ。いやいやいや、何物騒なこと言ってくれてんの。俺ただ話振っただけだからね。はん、いや、やっぱ蝶、蝶に発散。所詮は渦を結ぶ。期待はしてなかったね。うっそー、なまずい感じか。秀吉はダメよ、顔が怖すぎるもの。きっと誰かが武骨って字で服洗いでもして。あなたのね。みんな俺の話をよく聞いてくれ。俺は今日ここにいなかったし、あの人からは何も聞いてない。まあその刀見るからに聞いた安物ね。驚いちゃったわ。おい、今日は催し物があると聞いてきたのですが。逃げるべき、それとも立ち向かうべき。最近の鍋はすごいだね。あれこいつもの。あなたみたいな捨てられた鍋とわらわの高貴な一生がここで交わったこと、思えないわね。うわ、僕なんかいじめて楽しいの？想像しいわね。これくらいで大げさよ。これが日々の刺激というものです。それに口元につけてるその面みたいなもの、なんだか変態っぽくて気持ち悪いわ。これは予想だ。一昔前に比べるとずいぶんと落ち着いたつもりです。
けれど。誰かこの鍋を捨てておいてくれない？こんなことになるなら来なかったよ。お坊様に結婚は無理ね。さようなら。ロズイーヌ。わらわを楽しませてね、曲芸師さん。これちょっとこれいつまでやんの？ねえってば、聞いてる？姉さん、よし、ここで何とかしてこないとガチでやべえからな。悪いけど、いい加減帰ってもらうぜ。体勢がいいじゃない。そんなにわらわを手に入れたのね。あなた、博打が好きならわらわに貼ってみるのはどう？変化をあればあなたの自由よ。いや、なんか話が勝手に進んでるんすけど。そんなにわらわが欲しいならあなたを夫にしてもいいわよ。もちろんわらわよりも強くなければ認めないから。当然あんたには勝たせてもらうさ。出なきゃ。はってなんぼの命っしょ。ごめん。ここであったが百発勝負。あなたが嫌なら、あなたの主はどう？目に突き刺されそうな危ない髪型なんて言ったかしら。三成様のことかよ。言っとくけど、勘違いすんなよ。あの髪は隠し武器とかじゃねえから。もう終わり？それともわらわの魅力のせい？どっちにしてもわらわにふさわしくはなかったわね。乙女の強さを知り、乙女を敬え。この道場でそれを叩き込んでやる。ねえ、ナオトラ、乙女がどうとかはもうどうでもいいから、わらわと結婚について話しましょうよ。あ、いきなりなんだマリア。返答次第ではお前でも容赦はしないぞ。ナオトラ親衛隊、かかれ！あなたが最後うるさく言ってたこと、もう分かる気がするわ。ろくな男がいないのね。なよなよした世の中の男に比べたら、あなたの方がよほど強く頼りがいがあるわ。そうだ、不甲斐ない男どもに比べたら。って何？お前、結局私をからかいに来たんじゃないか。追い込まれた乙女の力、今こそ解放しろ。はっ！私は倒れない。ナオトラ様の熱き視線があれば。通じないわね。まあそこが面白くもあるんだけれど。男がのさばり、
涙するのは乙女ばかり。国の行く末、もはや男などに任せておけない。私はナオトラ、誰よりもひたむきなるトラだ。胸を貸してやろう。私から一本奪ってみせよう。お色直しの時間ね。わらわの布は縛るためにあるんじゃない。屈服させるため。この程度か。私が出るまでもないの。さあ、少しは意地を見せてみろ。互いに刃を合わせ、その根性を示すんだ。はいはい、分かったわ。そうでなければ鍛える意味がない。逃げるなよ臆病者。攻撃を紙一重で見切ってかわしてみせろ。本当にやれやれって感じだわ。甘いぞ。私の気迫に負けたか、この軟弱者。ただ防ぐだけなら亀でもできる。見事弾き返してみせろ。命令するのはわらわ。差し上げたのにこの程度ですの。陣崩しを決めてみろ。どれだけ続くか見物だな。もうやめない。走るのも汗をかくのも嫌いなの。いい加減本題を言え。マリア、私も暇じゃないんだ。強い男がいそうなここを見に来たのよ。情けないものばかりじゃわらわの結婚跡は見つからないもの。何？お前誰かと祝言をあげようというのか。この私を差し置いて。あっ、あら不満。妬みはお肌に悪いわよ。いいじゃない。それにあなたには手伝ってほしいこともあるの。協力して。本当にやるのか。おい、女に大事なのは思い切りよ。ことだかわからない。まあ少しぐらいなら付き合ってやってもいいぞ。で、何なんだその手伝ってほしいことというのは。さあ、練習なんだから力をね。やっぱり変だ。女同士で練習になんかならないだろう。さあ、わらわの真似をして言ってみて。おお、天にふさわしき我らがマリアよ。天にふさわしき我らがマリアよ。ってなんだこれは。何の練習だ。
これだけできれば十分ね。さあ、ナオトロ、本番よ。わらわとの祝言をあげましょう。はあ、何を言ってるんだ。わしき我らがマリアよ、皆のあがめと祝福を受け取りたまえ。新郎、いいナオトラ、そなたは強国マリアを妻とし、健やかなる時もやめる時も共にあることを誓いますか。いや、私は新郎。美しき新婦マリアよ、そなたはいいナオトラを夫とし、健やかなる時もやめる時も共にあることを誓いますか。ええ、誓うわ。それでは両者、誓いの口づけを。あらあら、ナオトラったら。いいわ、それじゃ待たせてもらいましょう。わらわの旦那様が訪れるその日までね。